わさわさ、どうも、琵琶湖ガイドのなすびです。よろしくお願いいたします。久々に湖上からの撮影なんですけど、5月18日の、本日は今一人で、琵琶湖にいるんですけど、今回はちょっと最近使っている、タックルについて、使い分けとかそういう説明をしていきたいなと思いますので、最後まで聞いていただくと、とても嬉しいのでよろしくお願いいたします。まあ僕バスフィッシングガイドでバス釣りが、まあ、メインでやってるんですけど、まあ、釣りっていろんな、ジャンルの魚種があるとは思うんですけど、多分ねバス釣りが一番タックルをロッドリールを使い分ける釣りかなと思っているんですけど、まあ、他の魚種もいろいろ使い分けたりはするんですけど、やっぱりバスフィッシングっていうのはより、タックルを使い分けて、その時にアジャストさせて楽しむ遊びかなと思っているんですけど、まあ、その、今日今一人で出てるんですけど、タックルが 8本あって、でバス釣りで8本ってこれ何に使い分けるのっていう簡単なちょっと説明をちょっとしていこうかなと思います。はい。で、5月18日、関西は梅雨入りして、まあ、あのローライトで、まあ、雨も降る日も多くなってきて、水温も今17、8度、19度ぐらいありまして、魚もバスも適水温になって、魚も触りやすいんかなって、でと同時に水温も高くなることによってベイトフィッシュも動き回るし、バスも動き回って、日によって時間によって結構コロコロ変わるので、タックルの使い分けっていうのが結構大事かなと思います。ベイトタックルから簡単に説明していこうと思います。はい、まずはこのロッド、これ72の MH ですね。72の MH、これは、今スピナーベイトついてるんですけど、まあ、スピナーベイトとか、チャターベイトとかフリーリグをメインで使っています。はい、今からの時期は琵琶湖はコアユがメインのベイトフィッシュになってくるので、まあ、このブレードを使って、ちょっとコアユっぽく見せるような、まあ、アラバマとかでもいいんですけど、まあ、一番簡単に、サーチできるのがこのスピナーベイトかなと思って今リグっているんですけど、まあ、大体72の MH ぐらいがベストかな。ちょっと前まで6点の MH とか使ってたんですけど、夏日の事情で今72の MH しかないので、まあ、6点から72ぐらいの間の MH タックルがいいんじゃないかなと。まあ、と同時にこれフリーリグとかも結構いいんで、まあ、まずこの7フィート前後の MH っていうのはまず必須ですね。はい、で次に、はい、こちらの竿です。68の MH です。こちらも今、MH ロットなんですけど、まあ、個人的に琵琶湖でやり込むんだったら、まあ、MH クラスのロットって、2ついるかなっていうふうには思います。でそれは何でかっていうと、まず、まあ、底物で結構考えてるんですけど、まあ、大体7フィート前後ぐらいの、まあ、フリーリグタックルが1つで、あとはこれ68の MH って言って、まあ、ちょっと短めの MH ロットなんですけど、ちなみにこれデストロイヤーのフェイズ2のバンダスナッチっていうモデルなんですけど、なんで必要かっていうと、まあ、結構短めの MH クラスは、まあ、今ノーシンカーついてるんですけど、このノーシンカーの、まあ、ジャーキングとかをする上でちょっと短めの MH の底物ロットっていうのは必要かなと思います。あとは、まあ、横方向でこうやってズル引きしたりもするんで、竿が短い方がやっぱやりやすいんですよ。でフリーリグとかって結構、まあ、横でアクションしたりもするんですけど、縦のアクションも結構多くて、まあ、飛距離出したいっていうので、まあ、7フィート前後で、こちらノーシンカーとかでよく使う底物は、短めの MH クラスがいいかなというふうに思いまして、 MH を2本使い分けています。今ファットイカついてるんですけど、まあ、カバースケットとかもこういう竿が使いやすいかなと。あとはなんか、ね、ノーシンカージャークドラッキングしたりしながらやったりするにもこれいうのがいいですね。まあ、基本的にも基本ノーシンカー用で僕は積んでます。はい、68の MH。次が、今これ何もついてないんですけど、今ゾディアスのこれ72の H ですね。やっぱ琵琶湖で釣りする上でヘビーロットっていうのはめちゃくちゃ必要です。72の H、 ゾディアスの72の H か、あのスコーン、スイムジグを使ったりとか、まあ、ビッグベイトとかアラバマとかで汎用性の高いヘビーロットですね。まあ、このヘビークラスのルアー、アラバマ、ビッグベイト、まあ、スイムジグをもっと細分化して使い分けたいって方は H クラスが2本3本でいるかもしれないんですけど、
まあ、僕はたまに使ったりする程度なので、まあ、72のヘビークラスが1本あったら、まあ、なんとかなるかなっていうので1本これを積んでおります。はい、まあ、超ヘビークラスの巻物とかですね。はい、次がこちらです。はい、絶対に必要なクランクベイトロッド。今 HU400 がついてるんですけど、まあ、HU の150から400ぐらいの、レンジが全部可能な MK のロッドですね。これハイドアップの青マッカの 71M プラスっていうモデルなんですけど、まあ、M プラスって表記なんですけど、まあ、ほぼ M と考えて僕はやってます。まあ、7フィート前後の M クラスですね。これ、クランクベイトとか、まあ、バイブレーションとかを使うのに使います。でちょっと柔らかめのティップなんですけど、まあ、クランクベイトとかバイブレーションでちょっと竿柔らかい方がしっかりルアーがアクションするんで、他のさっき紹介したスピナーベイトとか、まあビッグベイト用の MH とか H クラスには出せないアクションを出せるロッドなので、絶対この M クラスっていうのが、まあ、必要かなと思って、紹介しました。まあ基本的にベイトはこの4本ですかね。あとはジャイアントベイトを投げたりとか、もっとでかいルアー投げるっていうのは エクストラヘビーとかそういう機種もいるとは思うんですけど、まあ、とりあえずこの M クラス、そして MH クラスが2本、そしてヘビークラスが1本の、まあ、ベイトタックルは4本僕は使っております。これ結構ね、今の時期だけじゃなくて、1年中こういう感じで使っていますので、参考にしていただければと思います。はい、で次に、スピニング編ですね。最近近年のビアホって